昨日ふらっと立ち寄った服屋さんで早速冬服買って心躍ってます。どうもチカログのチカヤです。よすけです。お願いします。はやない。あんな今なむっちゃ冬服って人気な商品置いてるのよ。はや、そうなんや。そう、ほんで俺ほんまにふらっと立ち寄っただけで、ほんならちょっとお店の人と意気投合して、うん、ジャーナルスタンダードっていう服屋さん僕好きで結構で見た時に日本でもほぼほぼ完売してる商品みたいな、うんうん、でアウターあるやん、うん、いや俺絶対買う気なかったよ。今アウターなんかいらんしみたいな、一目惚れ師匠で、でも着るやん、もう確定やん、言うたら来たら、もう来たら確定ですやん皆さん。そうで買っちゃいましたね。早いな。あと靴も買っちゃいました。早っ、揃えに行ってるやん。結構いった。おいくらやん？6万くらい。えぐ。いやちょっといい服やんすよ。ダイワっていう、もともとね、あの釣りのブランドなんですけど、まあ、アパレル新しく出してみたいなんで、ちょっとまた冬の方着ると思うんで、あのぜひあのチェックしてみてくださいってな感じで始まったわけでございますけれども、はい、早速ね、ちょっと涼介の方からアーティスト名と曲名の方を発表してもらって、トークしていきたいなと思います、はい、それでは涼介お願いします。ストーンズロージーダンスパフォーマンスバージョン。というわけでストーンズ第2弾ということでして、はい、1本目がねパーティーピーポーということで、はい、たくさんのストタンの方々に、見ていただいて、かつコメントもたくさんいただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかスノーマンはねやっぱり結構上げてきたんですけれども、うん、こうストーンズが踊るイメージがなかったがゆえ、ね、あんまり取り上げる機会みたいなのがなかったんですけれども、うんうん、ちょっとパーティーピーポーの方を見て名前もしっかりね、うん、教えてもらって、でなんとおすすめまでせや、ね、コメント欄でね、うん、いっぱいもらったんで、今回その中でロージーが結構コメントで、ね、うん、あったんで、今回見させてていただくということでですね、はい、これなんとね、あの主題歌なんですよね。これね、はい、スパイダーマンの主題歌なんですよ。です。これですか？これですよ。シャーンですか？まさかの、全然知らなかった。俺も知らなかった。スパイダーマン自体あんま見る機会もあんまなかったから、映画で。そうやね。これですか？これなんて、これできないんですよ。これできひんとかあんの？これ小指がついてこないんですよ。これできひん事実今判明したの。これ今小指がねこうならないんですよ。ほんまやな。ほんま、それでこのスパイダーマンの主題歌ってことはやっぱなかなかかっこいい系じゃないかなと思って、せや、多分攻めてんじゃん。こうパーティーピーポーに引き続きというか、うん、まあ、僕たちこう時間軸が逆なんですけれども、はい、こちらも振り付けの方がガンミさんですね。ですね、ガンミということで、まあやっぱガンミさんはやっぱ曲とグループのことも考えて振り付けされてる印象がすごくあるから、うんうん、今回そのストーンズとガンミの融合というか、うん、またこうハーモニーといいますか、コラボレーションといいますかがどう調和されてるのか。そうやね、でも合ってると思うけどな。いや、バチバチ合ってると思う。なんか見やすかったもん、パーティービート、うん、俺なんかもうストーンズが踊れる印象になってるもん、うんうん、なんかすごい。だから今回2本目ということでストーンズのこうダンスにもすごく注目するためにこうダンスパフォーマンスを選んだっていうところもあるので、はい、早速、ストーンズのロージ見ていきたいなと思います、はい、それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。まあ、スパイダーマンしかりこうアベンジャーズシリーズを昔から見てきてないからさ、俺ちょっと初挑戦したいなと思ってるんでして、オープンザ PC。 スパイダーマンは見てたわ。マジ途中までだ。俺めっちゃ申し訳ないんですけど、ワンも見たことない。マジで？なんか雲になんか噛まれるっていうことだけ知ってる。最初10分ぐらいの話じゃん。さ、雲に噛まれたらあのスパイダーマンになってしまうっていうことだけはなんとなく知ってるんですよ。それぐらいですして、センキューイヤホンでございます。これですね。じゃあストーンズロージーダンスパフォーマンスオンリーで、ね、年始に結構アップされたのね、これ、うんうん、あ、でもなんかスタイリッシュそうやな、めっちゃやばいな、やばいな、ちょっとまあ今回 YouTube バージョンじゃないんですけど、 YouTube バージョンは1243万再生。えぐいな。それでは早速見ていきたいなと思います。ストーンズでロージーダンスパフォーマンスバージョンです。ポチッと。なんかほら、もうちょっとなんか悪い感じしない？足場めっちゃ悪そうやな。一列。おえー。おー、なんかヒーロー感やばいな。
めっちゃアップテンポや。おい、さらっとアクロバットで今のも北斗くんじゃん、松村、うん、おい、めっちゃラップやん、やばいな、うん、おい、スーツ似合いすぎてない、かっこいい、うん、全員スタイルエグいな、いや、エグいな、おい、森本くん湿布かっこいいな、かっこいいな、おい、かっけえ、これ一人一人やばいな、おい、今日の時いいよ、ちょっと今雲っぽかった、なんか座り方、ああ、スパイダーマンっぽかった、あー、じゃあ、首、いや、ジェシー君かっこよすぎるやろ、おい、胸に入ってくるね、いや、声の残しやばい、はいはい、これはやばいな、今のがコーチ、今のコーチな、構成えぐいな、うん、なんかこう見た展開バレない、ああ、はい、俺の推しの田中樹君ですだね、相変わらずかっこええ、おお、なんか雰囲気全然違う な、ちょっと悪い感じだしね、うん、こう、おー、うわー、ハイトーンボイスやばい、おい、うん、ジェシー君の入り込みやばいな、やばいな、ぶっ飛んでるかいな、なんか一人一人の存在感でかすぎん、なんか6人の、おい、はい、なんかやっぱこう、アクション系の振り付け多いな、うんうんうん、なんかこう飛んだりしゃがんだり、いや、やばいやろ、縦位置で終わる、ちょっと待って、これあれか、2分ちょいしかないから早いんや、終わんのが、なるほどね、でアップテンポやしな、いや、ちょっとこれはもう一回見よう、もう一回止めてみよう、ちょっとね、2分と短いんで、うん、次2回目見て、ちょっと次止めていきません、はい、これね、もう一回いきましょう、ポチッとな、まずこのなんか悪い感じがすごいよな、うん、こうやんちゃ系な大人の色気が溢れ出てるよね、曲かっこいいな、まずこれや、首ね、うん、あとこの後ろ見てどんだけ進んだらいいかこうもう馴染んでる感じがする、ね、斜めに、ね、分からんもんね、そう、これ松村君が多分一番進んでるんですけど、うん、これ一歩間違えたらポッて出ちゃうやん、斜めってやっぱこうあってさ、うん、ポッて出ちゃうから、このバランスよ、このさ、なんていうの、このあのさ、このなんていうの、これジャンプのオールスターとか、わかる？それぞれの主人公が戦いに行ってるからやばない。全員ポーズ独特やねんな。誰が好きこのポーズ中から。ジョジョやん、もう。ジョジョや。ジョジョや、これ。これちょっと、京本くんもめちゃくちゃかっこいいよな。そうやね。なあ。これはもうなんか悠々白鳥の霊眼かな、うつまいね、なあ、俺このさ、コーチくんのこの立ち姿だけの感じもめちゃくちゃかっこいいよな、うん、デスノートかにやばないなあ、デスノートかやばい、ここでなんで急にアップテンポやな、むっちゃ早いなあ、スタイルお化けやろマジ、ほんま全員良すぎる、で、この2人ずつ入ってきて、自分らの、そう、紹介じゃないけど、こうね、いいよね、ここの構成。これ好き、これ好き。ゆらゆら、やばいやろ。わかりやすい。やっぱキャッチよね、ガンミの振り付け。あー、サッカーさんは。そういうことは？すげえな。あー。それだけで見せれんねんな、森本君ここなんでさらっとアクロバットやめていただきたい、ね、じゃね、で俺後ろでこれは京本君かな、なんかね結構難しい落ち方してるという膝のこの、あーかくんって、うん、なんやこの、おぉこのうんたんだうんたたでダウンしながら撮ってるこのリズム変化うまいよね、手だけちゃんとね、
で、なんだろう、このストーンズって、高さあえて揃えたりせんとこが、うん、こうやっぱ一人一人見ちゃうポイントなんかもしれへん、ね。だいぶ個性強めのアイドルグループって感じですよね。そうやね。なんか、あえて揃えてない感があるよね。うんうん、同じ空間に、こう、歌舞伎町のホストのナンバーワンのホストが全員集結してるからあるよ。もうなんか各店舗のナンバーワン。そう、各店舗のナンバーワン。うまいな、歌やった。うまい。ずっとこうキープしてるからね。うん、いいね。ほら、これがな、スパイダーマンっぽくない？しゃがみ方とサビのジャンプ見といて、これ。うんうん、ほら、これ、うん。そう、絡めてると思う。うん、これも、うん、首噛まれるんちゃうかったかな、確か。いや、な、スパイダーマン。うん、その振りを合わせてるんかなと思った。だからその首噛まれるってことだけ僕知ってるんですよ。いざみたいになって、うん、そっからなんかじわじわになって、そうそうそう、うわーってなるやろ。そんな悪魔かわせへんけど。違う、違うかった。知識浅。あ、そう。これ、ポラーとかだね。うん。これね。うん、そう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 。こう指もそうやな。そうやね。今のキックよ。足きれいな。かー、どんだけ上がんねん。やばいやろ。なんだろうな、この構成の見せ方がめっちゃうまくて、うんうん、例えば止まってるだけでも一人は目立つけど、こう周りがこうなって、次こっち行ってで撮ってるっていうのも、やっぱすごいわ。これ影にないことない？そう。おい。これね。残りな。で、このトゥルルルトゥルルの後ろのメロディーをステップで撮ってるの分かる？移動だけでね。そう。これよ、うん、はい、やっぱ偶数やから2人2人っていうのが入るね。あ、そうやね、うん、はい、このなんか立体感のある構成で見せる感じ好きやな。ジュリ君、ここよ、うちの推しよ。ちょっとで、この周りな、でドゥーンで今撮ってたの、ジェシーか、うん、これジェシーちゃうかな、うん、うんうん、せうん、歌うまいって、これやっぱ悪者みたいな感じも表してるかもな、照明と曲のトーン的に。あ、うん、ブラックかな。そう、なんかやっぱ敵もおるやろ、やっぱスパイダーマンって。いや、おい、足えぐ、足えぐいな、蹴り方かっこいいな。うん、うん、おい、このなんか一人一人の音楽に対するアプローチの違いがいいね。そうね、みんな自由な音だね、うん、これよ、このあり方、このこの慎太郎くんの表情やばい。分かる分かる分かる、めちゃくちゃかっこいいな、やばいな、これはもう、それぞれやばいな。ジャンプの主人公やって、これはもう。これでも逆ちゃう？向き的に言ったら。あ、戦ってる。あ、さっきのやつ。そう。あ、そういうこと。これ悪役と、そう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 。ヒーロー。ヒーロー。あー、そういうことね。ポーズしてる方としてへん方で。どっちもヒーロー並みにかっこいいよ。この表情もなんか。わ、ちょっと悪い感じな。そうそうそう。悪い感じね。そういうことね。拍手。だとしましょう。チカログ。なるほど。スパイダーマンのこの映画がどうか分からへんけど、はい、そのブラックになるやつがあんの、ね、主人公が。それは悪くなってくる。ちょっと気の強い、はい、ちょっと悪いチックになるメンタルが、ほう、いうバージョンがあるね、赤と黒と。あ、黒黒ね。で、それを表してるんかもしれん。今回のじゃあそのノーウェイホームでなっちゃうってことじゃん。もしかしたらそのシーンがあるんかもしれん。そのノーウェイホーム見てへんからあれけど。どうする、それ全然ならへんから。ただスパイダーマンだけ。そう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 。それとしたらごめんなさい。まあそれはコメント欄で教えて、もう教えていただきたいですよ。映画見ますわ。まずほんまに。いや、ちょっとまず一言だけ最初に言っていいですか。はい、スタイル怪物集団でございます。やばすぎる。もうマジやばい。シンプルにめちゃめちゃかっこよくない？むっちゃスタイルいいな。男から見てもかっこいいな。身長大きいんかな、やっぱ。いや、大きいと思うね。
やっぱジェシー君の180超えてんじゃん。あるかな。うん、やっぱり2センチぐらいくれへんかな。じゃな。2センチぐらい欲しいな。1人1センチでもいいから。1人1センチでいいな、欲しい。7センチもらえるんで。コーチ君そんな大きいイメージないな。ああ、確かに。ジュリー君もどうなの？ジュリー君も。なんか細いから見えるかな。ああ、なんかな。でもやっぱみんな、こう、スタイリッシュにやっぱ見える見せ方してるよ。シントロ君でもゴツない。まあ、めっちゃゴツい。今回そんなゴツく見えへんかったけど。スーツの着こなし半端ない。半端ない。やっぱやばい。なんかそのパーティーピーポンの時は、どっちかというとこうやっぱチャラめというか、うん、やけど今回はスタイリッシュに決めてきてるやん。なんかキャラがあるよね毎回。毎回まあ2個しか見てないけど。うん、そうやね。まあ2個見てこの振り幅やばい。うん、こう普通にこうやっぱスタイリッシュなロージーとこうパリピなパーティーピーポン、うん、全然違ったねやっぱ。やっぱ俳優業とかもやってるとこもあるから。うん、一人一人のなんか存在感がちょっとでかっ。でかいな。うん、なんやろこのラップ6人でこう。あえて揃えてない感じがやっぱいいわ。なるほどね。なんかダンスもそうやし。スノーマンとかだったら揃えるに特化してた。あ、そうじゃなくてってこと、じゃなくてなんかやっぱ一人一人を見てくれよ、うん、みたいな感じ。俺がって強いな。俺ががめっちゃあるな、うん、でその俺ががみんな同じぐらいのパーセンテージやから、うん、1人だけ全然ミーヒンみたいなのがない。ないないない。そうやっぱ6人それぞれの推しがやっぱいっぱいいると思う。いや絶対おるよ。うん、その中でやっぱジェシー君今回ちょっとただものじゃないな。ジェシー君のこの辺とか、うん、なんか音楽に対するアプローチが、うん、こうちょっとその6人の中でも今回は抜けてた感あるな。やっぱちょっとぶっ飛んでる感あるな。めっちゃ好きやねんけど。ちょっとぶっ飛んでるか。あれぐらいが一番好きやけどね。ああ、それでおもろいんやろ。そう、モテでしかないやん。最強やと思うの。マジでメンタルほんまに最強やと思って。あとはまあガンミがストーンズの良さを引き出しとる。うんうんうん、やっぱりだけこうジャンプしたりこうやっぱ俺がでこうやっぱりみんな主役に見えるからさ、それがちゃんと入るような構成というか、うん、立ち位置というか、それやっぱガンミの素晴らしいところやな。そうやね、ガンミにしかできへん部分だよね。うん、そうやね。まああとはやっぱジャンプの主人公集結みたいな感じが一番でかいかな。ストーン最初のやつね。そう、なんかキンプリでは全員赤レンジャーって言ってますけど、うん、じゃないんですよストーンズは。そうやね、個性があるから、うん、個性がめっちゃはっきり分かれてるからこそ、うん、ジャンプもそれぞれの漫画の主人公って全然違うやん、うんうん、悟空もおればさもう全然違う主人公もおるし、うん、みたいな呪術廻戦の主人公おったりとかあるから、ストーンズに関しては僕はジャンプの主人公。そうやね、多分アウトも一番それが、うん、の集結かなと思いましたね。完全ジョジョやったもん。ジョジョやったわ、あの立ち方。完璧レイガやった。完全ジョジョ。余裕拍手。完璧デスノートやったもん。ちょ胸熱な展開な、あの主人公集結。ほんまにそれ考えてたらおもろいけど。いや、さすがにないんちゃう。さすがないかな。さすがにないと思う。ちょっとコメントで教えてほしいな。でもやっぱりコメント欄にもあったけど、あのパーティーピーポーでカトゥーン感あるっていうやん、うんうんうん、でカトゥーンを目指してるというか尊敬してるグループっていうのが、うん、こうコメント欄で教えていただいたから、ね、うん、そうストターの方からやっぱそういうのも出てるんじゃない。目標してるものに近づくために努力してるのが見えるんじゃない。はっきり言ってそれはうまくまとめていただいてありがとうございます。てな感じで僕たち YouTube 力グルですね、年内チャンネル登録者数3万人も絶対に叶えるべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語ろうの企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして概要欄の方に僕たちの各個人の SNS の方も、リンク貼り付けておりますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回これで終わります。せーの、バイバイ。いやー、やっぱりジュリ君かっこよかったな。かっこいいな。めちゃくちゃかっこいい。例え合ってるか分からないけど、東京スワンっていう漫画知ってる？ホスト、うん、うん、あれの、あ、スカウト業か、スカウト業、うん、あれのマコっていう人いる。あ、分からんわ。あのな、目に傷が入ってて、うん、あのね、めちゃくちゃかっこいいですね。見てる？見てる。なんか雰囲気で特攻隊長的な感じじゃないけど、うん、切れ物的な感じがめちゃくちゃ似てる。それこそ前回か、はい、あのエグザイルっぽいっていう話をしたんですけど、ハイアンドローの各リーダーみたいな感じで、各学校の、そう、各地域のリーダーが集まった個性派集団みたいな。うわ、エグいなそれ。喧嘩なるやん。そう、喧嘩しながら一番強いみたいな。喧嘩なるやん、それもうやばいやん。最強グループやん。
いや俺はやっぱジュリ君やけど、凌介は2本目にして結構誰に目行くとかあるの？そう、やっぱりもう知ってしまってるのもあるけど、ジェシー君、あーやっぱりそのバラエティーでも見たことあるからみたいなのがあるから、ね、個人的にかっこいいやと思うのは死んだの。あ、そうなんや、うん、森本君ね、あの男っぽさ、あー分かる、ちょっとそれは分かるね、うん、それはちょっと分かる、かっこいいな、なんかやっぱガタイといい、やっぱ一人だけちょっと違うやん、うん、やっぱ男って感じが男性の俺らからしてる、そう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 、それはそれは分かるわ。でもなんか今回はそのやっぱ僕らもそのパーティーピーポー見て、コーチ君の、うん、あのことを全然知らんかったから、ね、そう今回ちょっと見れたのもちょっと良かったよね、うん、めっちゃ歌うまいやん、うん、分かりやすい、もともと歌うまいで、ね、してね、コーチ君は、あ、ストップ、うんうんうん、だから歌聞きやすいし、あの早口全員歌ってるとか分かる、やばいな、京本くんのあのハイトーンボイスえぐいな、あれえぐいな、ちょっと、いやストーンズもね、やっぱ結構コメントもらってるんで、あの見てほしいコメントみたいなのが、ちゃんと歌聞いてみたいの、あー歌だけ、うん、1回、うん、歌の感じをライブとか見てみたいかも、ライブ映像な、うん、ライブ映像ちょっとありやな、うん、ちょっとどっかのタイミングでライブ映像見ますか、YouTube とかに上がってるやつがあればね、ちょっとストーンズみたいな大人の色気を俺らもつけていかないとダメでして、出していきましょう。